いよいよ来週の日曜日にシーズンインを迎えることができそうでして、来週の参加種目は 100m と 60m、 スタートの練習を兼ねたスピード練習の延長で参加する予定です。ちょっと200に出ようかも迷ったんですけど、今200のレースに出ても多分フォーム崩してバタバタなまま終わるかなと思ったので、そこは無理をせずに種目に絞りました。で、来週のそのレースを終えた後、2戦目が石川県選手権になるので、石川県選手権では 110m ハードルに出る予定なので、それまでにきっちり走れる体作りと、今課題になっているハードルの力みの解消と、スタートダッシュからの1台目の入り、ここで失敗してしまうとなかなかスピードも上がらず後半のリカバリも効かない走りになってしまっているので、しっかり1台目が入れるような練習をしていきたいと思ってます。その県選手権まで競技場での練習日も取れないので、何をすべきかちゃんと計画立てて取り組んでいかないといけないなとは思ってるんですけど、なかなか今日みたいに雨が降ったりとか競技場が使えない日とかもあるので、予定を調べていかないといけないかなと思ってます。なかなか今日みたいな寒い雨の日っていうのは、本来であればハードルの速い動きっていうのはちょっと遠慮したい気持ちもあるんですけど、なんせ怪我が怖いので、怪我をしてしまうと本当にマスターズの世代になってくると回復にすごい時間がかかるんですね。1週間2週間でまた元通りの練習ができるとは限らなくなってしまうので、何せちゃんと継続的に練習することが大事なので、その日の体調や天候によって練習メニューを変える、考え直すっていう勇気も必要なんですね。無理をせずに練習することが大事ですし、かといってやらなきゃいけない課題がおざなりになってしまうのも問題ですし、本当にそこのバランスを考えながら練習していくのが大事だなって思います。ということで、今日はスタートからアプローチの練習をしっかりしていきたいなと思ってます。ちょっと今最近苦手になってきてるんですけど、しっかり低く早く1台目に突入できるような、1回でも多くそういう練習をして感覚を取り戻して、理想としている思い描いている動きですね、それをできるように練習していきたいなと思ってます。じゃあ行ってきます。